ささんこんんこにちは病院薬剤師玉さんです今回は「まるから卒業するしない」と題してお話ししたいと思います先日私はこんなツイートをしました「人価値観は変えられないが自分で悟ってくれたら案外あっさり変わるものならば悟ってくれるまで あららゆるる角度からアプローチを続けるのみどんなに牙城を崩すのが難しくても諦めたらそれで終わり決して見捨てないと約束したならなおさらのこと。マコナリ社長は「誤った価値観は買いましょう」とおっしゃっています。給料が上がらない人の致命的な勘違い1位は根回しをしてはいけない。 と考えること寝回しをすれば未知の情報感情的な納得感を得られるのです二位は結果さえ出せばいいと考えること実は感情に寄り添わなければ人は動かないものです三位は上司にはすべて従うと考えること すべて従うのではなく、フォロワーシップを発揮しましょう。4位は「人の力を借りてはいけない」と考えることいや「人に頼れば結果的に成功しやすいですし信頼も得られるでしょう」5位は「短所苦手を克服しよう」克服するのではなく 自分に合った環境を探す方が早道です。一方、生き早さんは、時代の変化、つまり新しい常識に対応しようとおっしゃっています。まるまるが、今日からすべきこと。一つ目は、学校に行く必要はゼロ。行っても搾取されるだけ。稼ぐ選択肢は多様化しているのです。 二つ目は、動画で学ぼう。学校に行かなくても動画ででで無料で学習できる時代になっています。その上で3番目やはり本を読もう。マーケティングとテクノロジー関連がおすすめだそうです4番目は人に会おう尊敬する人を見つけることで学びは加速します 五つ目は、ビジネスをしよう。自力で稼ぐを目標にしましょう。とおっしゃっています。最後に、私からのメッセージです。結局のところ、最強のスキルは、素直、柔軟性、器、ということになろうかと思います。完全一致が不可能である以上、派閥など、 具のこっちと言えるでしょう常識は変わるものです何が正しいかは一歩先を見据えているかが鍵となろうかと思います実は私は薬局長の先生方にリタイア後の起業を勧めています。 具体的にはクラウド型医薬品集、フォーミュラリーで起業しようと進めているのです。詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので、興味のある方はぜひご覧になってください。今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんな風に複数の YouTube の匠の動画をもとに、起業を目指す薬局長の先生方に向けて、役立つ情報を配信してまいります。今回のネタ元動画は、こちらよりご覧いただきます。また、私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、よければご覧いただき、チャンネル登録、フォローをお願いします。今回は、 最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。